本执政党自民党的党魁选举也即将登场，这次因为破纪录有高达九人参选，预估第一轮投票将没人能够拿下过半的票数，接下来就要看谁能够在第二轮的决选投票当中胜出。那由于党内大佬级的人物，像是菅义伟、还有麻生太郎等等，都能够左右旗下议员们的投票动向，因此他们的支持也被视为重要的关键。党部人员在自民党大楼八楼阳台来回勘察，似乎在做最后准备，因为隔天就是要在这里头举行党魁选举投开票。自民党党魁选举进入倒数，可以看到在我后方的自民党总部大楼外墙上已经高高挂上了这一次的竞选海报，上面写着 The Match， 也象征接下来的投开票即将正式登场。在党内派系解散、岸田文雄不连任之下，这次党魁选举破天荒多达九人参选，因此多数预估认为第一轮投票将没人能拿下过半票数，最高票前两名将进入决选投票。目前看起来，石破茂、小泉进次郎以及高市早苗最有望进入第二轮，但前首相菅义伟力挺小泉，副首相麻生太郎支持高市早苗，又与石破茂不对盘。届时哪两位进入决选投票，党内大佬的影响力就变得相当关键。個人的には石破さんを応援してます。政策に対してバランスが取れているかなっていう気がします。経済面においても、外交面においても、例えば外交では右にも左にも偏りすぎてないというところが良いかなと。安倍さんの運営結構好きだったもんで、それを引き継いでるということもそうですし、今世界情勢が意外と戦争があったりとかですね、中国なり。北朝鮮なりの有事とかっていうことを考えたりして、そういったことからもですね、高市さんがこの日本を引っ張っていくには一番ふさわしいんじゃないかな。民众对即将诞生的自民党新党魁充满期待，究竟谁能带领日本走向下一步？答案很快就会揭晓。华语新闻施旭华日本东京采访报道。